今回ポジコさんのですね、浜名湖一周のツーリング、通称プジツーっていうんですかね、に今参加してます。めちゃめちゃ半ズボンやん。半袖半ズボン。半袖半ズボン。そのまま出ちゃいます。ですよね。なんかソラさんとはなんかあんまり被ってないですよね最おはようございます。今日はなんかだんだんさらに雨が強くなってきて、あいにくの天気ですが、皆さん各地からはるばる遠くからありがとうございます。ちょっと拍手が足りない。皆さん遠くからありがとうございます。有名 YouTuber じゃないです。やめてください。師匠じゃない。A で師匠です。あと、ヤギちゃん、ヤギスイタ。家庭係を迎えています。で、あとはその他、はい、そうです。あれ今日は何も持ってこなかったんです。珍しい。今回は山の村支援してくれているカッコさんにシルバーの MC に行えるカレーガーリズムを紹介しました。キッキー静岡までに電波クリック。有名 YouTuber のヤギスイカ。あと、トモさん、ただその山梨ナンバーの ND、赤い ND で、あと、形は私とお揃いの、あの、マッシュフレのアルフェス、あと、クーちゃん、クーちゃん、今、最後に登場した、大鳥クーちゃん、多分あそこ、まっすぐ降りてこられなかったんで、バックで入ってきました。で、あと、パックン、エディ。2位ので YouTube をやっています。
タリングチーズはスパイダーで、ソラさんそこの数年記念式こだわりの内装で、でこちらが会長海援南進のタンプ部の隊長です。車はこの黄色いなんだっけ、サンフラワーイエローみたいのあんまり目立たない、ね、地味な地味ないが、エイデンさんお願いします。エイデンさんのピカピカ白の MC でプラチナプラチナ交通メダリストキュキュマレースの翔太なんとツイッターで私のクリップを紹介してくれ、リツイしてくれました。あとセラメタさん、はい、あのセラメタじゃなくなったんで、あの白のロードさんになりましたんで、はい、いや改めないです。一応ちょっと名前はそのままでいこうかなって思ってます。あの納車動画がですね、あの明日日曜日の9時からあのまた配信しますので、よかったら見てください。お願いします。ささやかな景品を用意していて、ちょっと雨で今ぐしょぐしょになっちゃったんですけど、カトチ、はい、カトチ、申し込み1番1番乗りの、のりです。はい、まさかののりです。のり、のり、のりトッピング外せないです。それと、あと、今日一番遠くから来た人って誰かなと思って、ここから何キロですか？270キロ。一緒か、困ったな、1個しか欲しい。こちら、じゃそれから2本入ってる。あ、そう、あの遠くから来てくれた、ごめん、袋が1個しかない。トッカルさんのやつです。じゃあ2人で分け合ってください。あの浜松のトリュフソースのソースと、みかんコースが入ってます。大丈夫です。あ、こんにちは。あと今日、一番最後に到着した人、これ、カタバラの。あとこれ1個余ったんですけど、何しよう、じゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい。おー、じゃあ2人でやったほうがいいか。あの見えないんだ。もっと早くですよ。じゃあ3人でじゃんけんしてください。最初はグーじゃんけんぽい。あ、じゃあ2人か。最初はグー、じゃんけんぽい。チョキが好きなんだ。こういうのですね。パーが出せないっていう。出せない。最初はグー、じゃんけんぽん。はい、じゃあこちら。ふにょふにょのやつ。じゃがいも。では今日は楽しく、安全によろしくお願いします。先頭のフジコさんとちょっと LINE でつなげながら、私今最後尾ではないんですけど、最後尾から今2番目走ってます。ちょっと連携しながら今、走行してます。今日はですね、エイデンさんも来てるし、
八木筒さんも来てますし、その他藤子さんを慕う、14代ですかね、来てます。しかしですね、あいにくの雨です。オープンにもできてないんでちょっと辛いんですけど、どうなんでしょうね、これから晴れるんでしょうかね、ちょっとその辺が気になりますけど、まずはでも今、カルガモしながら走ってますね。あの最後尾からの眺めは最高です。ちょっと本当は360度で撮りたいんですけどね、ちょっとどっか撮れるタイミングがあれば撮っていきたいと思います。あれ前からロードした、あ、マジですか、前からロードした来たらしいです。ちょっとやえやえやえできるそうです。いけそうというかオープンにできるんじゃないですか。見てたかな、オープン、いやちょっとあの空港のやつ見たけど、来た思いっきり、あのね、はい、先頭からそういう情報をいただいてましたので、手思いっきり触れました。向こうも振ってくれたと思いますね。いや多分向こうの方もびっくりしたんじゃないかな、こんなに連なってるんで。何のあれなんだろうと思っちゃう。そう、それもこの雨の中ね、今信号で止まりました。今信号青で発進しました。はい、今から動物園前に走って、はい、右折しましたね、行きました。今動物園で右折しました。左方向です。いい感じで合流できました。うわすごい、ここの絵眺めいいですね。雨やん、うん、取れるかな。ちょっと開けて360度、あーやばい、しまった。ちょっと止まります、すいません。さっきのあのカーブの信号のところで黄色になって止まりました。はい、すいません。一応今あのちゃんと合流できたんで、間にあの間に入ってた車もさっき右折してたので合流できました。ああそっか、今あれですね、あの隊長さんが先頭、僕らの軍団の先頭走ってますね。およそ400m先、目的地は西側です。どっかでな、左手に Honda があって、Honda、はいはい、の工場とレインボースクール、バイクのスクールの大きな敷地があって、はいはい、その向こう側の道沿いに、ヤシの木がいっぱい生えてるなって、見えるかな、端から見えるかな、釣れた。ホルニア、ああ そこが浜ホルニアなんですか。あ、違う、それは違うんですけど、そうだね、雨止んできたので、ちょっと開けようかな。目的地は西側です。そこ左に行きます。おー、みんないいんじゃない、結構雨止んだんじゃないかな、これ。開けられる、でもあれをかけちゃうかな。ああ、まあそうですよね。もうちょっとドキドキするな。開けてる人もいますね。います。うん。なんかさっき雨雲予報で切れてるからまた雨みたいな。マジっすか。やば。また降られるかな。まあでも前方のちょっと雲が怪しい感じがするな。黒い。なんとなく。うん、あ、12時頃になってる。行けるかな。ちょっと一瞬でます。マジっすか。あ、今止ま、あ、今止まってるってことですね。あ、今左折、ね、ファミリーマートのところを左折で、あ、はい、承知しました。はい、今ファミマのところに来ました。交差点のところに来ました。左折っすよね、ファミマのところ。あ、対向からセラメタの労働者が来た。あれ何、富士通参加組、え、なんで違う、セラメタの人はいない。あー、これ右折一緒に入ってほしいな。逆に入れてあげよう入れてあげようかな、どうぞみたいな。
携帯言うよ。いや、ちょっと。もう喋りかけないぐらいだね。いや、いいなぁ。あれ目的地に到着しました。一緒に来よう、一緒に。手振ってくれてました。一緒に来てほしいなぁ。あ、来たテラフェーター。合流したら。ケツに来た。ケツだけど、一個挟んだけど。あー、セラメタ来た来た。あれ入った。追加組ですね、あれは。入れてあげればよかったかな。しまったの。いやでも向こうの方もかなり手振ってくれてたんで、ノリノリな感じでしたね。はい。いやーいやいいなー。ちょっとね雨も今。本当に小雨でぐらいなんで、オープン大丈夫そうなんで、おおいいな、いい景色。あ、後ろに着いた。セラメタガさんが一番後ろにちょっと混ざってくれてますね、完全に。あ、オープンじゃないかな、オープンで走ってるっぽいな。いやこれこのままちょっと一緒に走ってほしいな。すごいね、目的地着いたら1台増えてる。うん、ありえますねこれは。いや素晴らしい。あ、降ってきたな。降ってきた、降ってきた。やばいやばい。うわ、降ってきたな。これ濡れた。やばい、濡れた。なんとかみんなまた閉めて今。うわ、ちょっと結構今降ってきたな。いや。やっぱりちょっと雲行きがと思った。やっぱり降ってきたね。あれここあまあ止めないんですよね。そういえばあのオレンジロードやめたんですよね。あ、そうです、やめました。あれちょっと今日天気が天気がレッドコンディションなんで、ちょっとワイワイワインディングなんで、なんかプジコさんならワインディングでも攻めるの、あの雨でも攻めるのかなと思ってたんですけど。よいしょ、オープン。今ちょっと小ぶりになったのでオープンにしてみました。蒸し暑い、蒸し暑い、エアコンいるな。あ、また降ってきたけど。また降ってきました。もう。とりあえずちょっと断片的にでもいい絵が撮れるといいかなと思ってます。
あ、本当だ。すごい近い。走ってますね。釣りしてる人がいましたね、今。あ、降ってきた。よっしゃ。クローズ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 。あ、すごい。うわ、降ってきた。うわ、めっちゃ降ってきた。あぶねえ。危ない。めちゃくちゃ降ってきた。ちょっともう。いや、予想外に降ってきましたね、また。皆さん、ここからなるはやで出てください。だから各のトランシーバーで、トランシーバー、トランシーバー持ってる。だからそんなに話なくていいかなって。あ、僕ね、会話できない。それ聞いてる、聞いてるできない。繋がんない。ああ、そう。役に立たねえな。セラミツさん、沢まで出たから開けっぱなしで来たんですよね。そんなことない。開けたり閉めたりしない。途中土砂降りになりましたもんね。土地めちゃめちゃ降りましたね。セラミツさんどうしてるんかなと思って。開けたり閉めたりしない。ハタさん、チャレンジャーすぎない。だってハタさん、いまだにだって閉めてないでしょ。そう、今も開いてると思う。防水しないじゃん。いや、今降ってます。これ映るんだ。防水。ドア開けたらジャーって出る。ジャーって出るよ。わっさり感。とりあえずもなかなか難しいですね、これは。はい、ちょっとですね、バラバラになっちゃったんですけど、私の一番最後に、浜瀬に到着します。なかなか天気がね、ちょっといまいちですね。すごいすごい。こっちっていうやつ。あ、そうなんですね。マツコネのナビで。マツコネさんはヤフーがいいって。マツコネ時ぐらいには寝た。1時。昨日昨日2時50時ぐらいです。僕1時ぐらいに起きて編集し始めて、もう終わらせたかったんですよ、納車動画を。で、2時半ぐらいに終わって、3時半だったかな。あ、じゃあ3時に終わって、ショートスリーパーとかしてから3時から3時半まで寝たんですよ、で、そこから起きて用意して、30分なんか寝てない、30分なんか寝てないんだよ。で、洗車して、洗車したの、僕フライなんか洗車してきたんだ。そうそう、朝4時ぐらいに洗車すご
そうしたらさ、もうドロドロなんで着いた頃にはもう全然いいんだなって。やらなくてやっちゃえばよかったね。白やっぱ目立つなと思って俺今。なんだスクラッチや白目立たんですよ。傷は。やっぱりでもセラメタが一番目立たなかったな。うん、白がね、多少目立つなかった。まあ、マシン。そう、もうね、本当にやばいと思って。4発目ですよ。気づいた時にもう、そのね、もうちょっと手前だったらさ、もう信号とか関係なくさ、手前で止まるとかすればよかったけど、ものすごいさ、こう電線にさ、すっごいたくさんズムわーって来てて。みんなおる。そう。絶対これやばいやつじゃんと思って。的が来たぞ。六ドリでしょ。六ドリすごいもんね。普段あんなにあそこにいる感じじゃないんだけどさ、だから全然油断しててさ、もう気づいた時にバブイってさ、でしばらくの間さ、そこ通り抜けていかなきゃいけなかったからさ、もう反対車線の方にこう出気味で走るんだけど、そういう問題じゃなく、もう本当に怖かったあれ。あれ開けとったのね。閉める選択がなかったの。じゃだからその走りながらでね。ああそう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 。そういうことか。車内に下ったらちょっと、そうそうシートがさ、なんかまだプラスチックみたいなさ、どこだったらいいけどね、そうどこだったらいいけど、そしてね、革シートだとね、シート食らってなかったらギリセーブ、運だけ置いてきた。撮ってます。お腹いっぱい。あやっぱ黄色は目立ちますよね。朝はだからすごく気持ちよく一人で走ってきましたね。もうずっと本当峠道を疾走してきて、この RS のやっぱ良さを感じながら来ましたね。およそ 400m、 やっぱね KPC のあ感じは、うん、まあそうですね、これそれが KPC だっていうのはなんかちょっとどうなのかはあれなんですけど、曲がりやすい、まあ、全体として走りやすいって感じ、うん、そうですね、もう頭がすごい入るというか、軽く切っただけで結構曲がりすぎちゃうぐらい結構曲がっていくから、うんと、やっぱりでも高速コーナーとかもすごい路面に吸い付いて、そのコーナーを本当に綺麗にこうトレースしていくっていうか、うん、そういう感覚はもうものすごいありますね。だから走っててやっぱり気持ちいいし、安心感が全然違う。まあこういう直角カーブ曲がっても本当に追従性がいいような感じがするんで、まあその辺は KPC が効いてるのかなっていう気が。工業団地右方向です。右方向、そう、今からですね、うなぎパイ工場、浜松名物うなぎパイの工場の工場見学に今から行きます。右方向です。うなぎパイ工場、あれお金いるんですか、あれって。見学は無料です。あれなんかお土産かなんかも出るんでしたっけ。あ、そうそうそう、なんかね、うなぎパイ、ナッツ入りのうなぎパイ、ミニうなぎパイがね、もらえる、はいはい、あ、そうなんですね、なるほど。そう、揃ったのかな、揃ったのかな。左方向です。
プラチナクォーツの証も作っちゃったの。ほら、あったわ、あった。何タイム？もう。ね、そうね。締め待ち。ありがとうございました。お疲れ様でした。